な緑に洗練された妄想で、続いてはこんな素敵な空間作りに携わっている企業を紹介するよ。県内に本社と3つの営業拠点を持つアメニクス。庭や家の外構など外回りの空間、いわゆるエクステリアに使われる資材の卸売事業を展開しています。ここは資材の積み卸しを行う第二倉庫。自由自在にフォークリフトを操るのは2022年に入社した松田さんです。フェンスやカーポート、ブロック資材などといったものを現場に配送しています。施工する方が施工しやすいように思いやりを持って作業しております。松田さんは入社後にフォークリフトを運転するための免許を取得。資格取得に応じた手当の支給などは会社がバックアップしています。今はまだ1トン車の普通車しか乗れませんが、これからは大きな荷物など積める3トン車の免許を取得しようと考えております。配達するだけでなく商品知識などを身につけて、お客様にいろいろな提案が出せるように知識をつけて頑張っていきたいと思います。松田さんには目標とする先輩がいます。営業のスペシャリスト、松永さんです。松永さん、改めて営業の仕事を教えてくれる？建材店や管材店、エクステリア業者さんへのルートセールスを主に行っています。ということで、実際に仕事の様子を見せてもらいました。で、まあ、お子様とかいられるようでしたら、はい、色薄い方のが熱を吸収しづらいんで、はい、まあ、新築のお宅であれば何もない庭からお客さんと話し合いながら、話し合った内容が庭にできるっていうのは感動しますし、やりがいに感じます。一番嬉しかったのは、松永君だから注文するんだよって言われた時がとても嬉しかったです。毎年アメニクスではエクステリアメーカーとデザイン施工会社が一堂に集まる甲信越最大級のフェアを開催。地域の業界のまとめ役として存在感を放っています。田中さん、エクステリアの魅力って何？そうですね、やっぱり住宅を、彩ること、お庭をリビング化することで、豊かな住生活が実現できることだと思います。将来的にはインテリアと双璧をなすような業界になるようにしていきたいと考えております。